卒業証明書とは、学校等の教育機関において必要な課程を終了し、卒業したことを証明する書面。一口に卒業証明書といった場合は、学校教育法に定める学校の発行したもの、または指定自動車教習所の発行したものを指す場合が多い。学校教育法に定める学校の発行する卒業証明書は、卒業証書や、 学域のように一枚の未交付、再交付不可というような条件はなく、必要に応じて申請することにより、いつでも、枚数無制限に交付されることから、対外的に卒業を証明したい場合に利用されることが多い。場合によっては減風されていることがあり、その場合は開封すると無効になるので注意が必要である。あるいは、減風の遺憾に関わらず、改ざん防止処理を施して、 副写機でコピーしたものには、副写無効、アンオフィシャルなどの文字が浮き出てくる証明書用紙を採用する場合も多い。加えて、卒業直前に控えたものが同様に、不確定ではあるものの間もなく卒業することを対外的に証明するために、卒業見込み証明書が発行されたり、その他退学証明書、在籍証明書など、 在籍期間があったことを証明する書類の発行を受けることができる。なお、大学院の場合は、修了証明書となる。通信教育の場合は、各校の定めにより、通信教育課程と表記される場合がある。発行にかかる手数料は、小学校、中学校の場合は、送料実品以外は、義務教育の卒業証明書に対価を求めることの、 妥当性が問われるため無償の場合がほとんどである。高等学校、専修学校、短期大学、高等専門学校、大学については有料であることがほとんどであり、金額については各校の規則により、まちまちである。また学校統合や廃校により、在籍学校がなくなった場合でも、卒業証書授与台帳や、学籍簿の保管を引き受け証明発行事務を、 継承した学校がある場合は継承校にて発行を受けることができる。経営者の学校法人が経営破綻した場合といった特殊事例では文部科学省や各都道府県の教育関連部局が業務を引き継いでいる。なお、学校により卒業証明書に記載される内容が微妙に異なることがあり、例えば学位名の表示がない、卒業年月は表示されているが、 卒業年月日までは表示されない、などがあり、提出先によっては補足証明を要求されたり、証明書自体の不備として、差例をしたりするケースもある。学校により、改ざん防止処理がなされた、証明書を発行するケースとそうでないケースとがある。成績証明書などとは異なり、改ざん防止処理をしていなくとも、発行者原風にしないケースも見られる。 指定自動車教習所の卒業証明書の例、道路交通法に基づき、指定自動車教習所では、教習過程をすべて終了した者は卒業検定を受験する。卒業検定の検定課題や採点方法は、自動車運転免許試験における技能試験に準じて行われる。そのため、卒業検定に合格し、指定自動車教習所を卒業をしたことはすなわち、 技能試験合格の基準を満たしたことを意味する。教習所卒業後に運転免許試験場で運転免許試験を受験する際、卒業証明書を添付することで、運転免許試験場での技能試験及び取得時講習が免除される。卒業証明書は卒業検定の合格日より、起算して1年間有効である。卒業証明書は前期の卒業証明書とは異なり原則。 最高不不なので、紛失等には注意すべきである。ただし再発行可能な場合がありその場合でも、卒業検定合格した日を記算して1年間は変わらない。再発行した場合は右上に、手書きで再発行と記載される。卒業を証明するという同じ役割を持つ書面としては、卒業証書や学域がある。保育所や幼稚園では卒園証明書と呼ばれる。 学校によっては、提出先の指定に応じた対応をするケースが多い。ことを理由に、申し込み書に、原風の用費の記入をさせる場合もある。通常は、入学日から卒業日の期間が表示されるが、大学によっては、年月のみしか表示しないケースもある。中途退学、満期退学の場合は、入学日から実際に退学した年月日の表示となる。同様に、年月日となるか、 年月までの表示化はその大学により異なる。発行料の決済は、教育機関により、窓口に直接来出した場合は、現金決済でも可能なケースが大半だが、郵送の場合は、郵便切手等風、定額小川瀬証書、後日の郵貯銀行宛の電信振り替えなど、対応がまちまちとなっている。また、切手を重複した。 変身用封筒ーーが別途必要なケースと発行量や同時に別途請求するために変身用封筒ーーの同封付加とするケースなどがある。経営難で大学が閉鎖卒業生履歴の行方は、文部科学省が破綻した大学の学籍簿の管理、及び証明書発行の業務を大学評価、学位受与機構へ移管、クリアーコンシダレーション2013年4月9日、例えば、 法学部法律学科を卒業したことを証明すると、記載があっても、よって、法学士の学位を授与したとまでは明記されないケースがある。このため、大学の卒業が、学士の学位を得ることとほぼ同等であると暗黙の了解事項であったとしても、学士の学位を要件とする資格の証明書としては、不足と解釈されることもある。指定自動車教習所業無指導の標準について、 警察庁、第6卒業証明書等の記載方法1、卒業証明書再発行の場合の記載要領。警視庁、2014年4月22日閲覧。すなわち、卒業と単位習得完了が同一あるいは、あらかじめ一括申請を行うことによって、学位基準予式に免許状も、学校を通して授与されるケースを含む。ありがとうございます。